ショー、ショー、シシオ、シーニは、五貫末から三国フれにかけて、甲州、現在のベトナム北部を支配した豪族。中央から半ば独立した政権を構築し、その支配領域は、カナン、コウデルタ、現在のタインフォアショーに及んだ。小説、三国支援儀には登場しない。シシはもともと、ヨシュ国要件。 現在の三島小体安市、ネイ・アキラ県の出身だったが、寝台の混乱を避けて南方に移住し、甲州、相互氷広の部県、現在の厚生地湾俗地,地区青切州市、相互県に定着した。市氏は、相互土着の豪族として力を蓄え、将の父は、甲州に本籍を置く者として初めて、日南大衆に任じられた。将は、若年時に、 落葉に留学し、永泉のに指示して、春秋差し伝を学んだ。公齢に挙げられて、少々労となったが、宮廷内の政治闘争に巻き込まれ面刊された。後に、茂るに推挙され、父の死後に南軍府県の県令として赴任した。河は七年、百八十四年頃に、甲州志士の家の推挙により、師匠は、甲州大使に任じられた。 孔子大使となってから数年後、火星のために現地の人間から恨みを買っていた公衆史史の主審の子が殺害入れる事件が起きた。師匠は混乱を収集するため、弟の氏一を合浦大使に、お九馬大使に、を南海大使にすることを朝廷に上奏した。この上奏が認められ、史史の勢力は公私、合浦、旧馬、南海に広がった。懸案五年。 二百年、調査、武量、霊量を支配下に収めた、慶州の劉氷は、公衆への進出を図り、配下のライアス氏を公衆氏し,し、呉れを相互大衆に任命してきた。劉氷と対立していた曹操が、首相に、水南中郎将の地位を与えて、公衆七軍の監督を命じると、首相は朝廷に功能を続けて、関係を維持し続けた。検案十五年。 二百十年、幼州の孫権が、公州に、負の軍を差し向けると、師匠は孫権に降伏した。長男のお人質として、孫権の元に送ると、孫権は、死、を、武将大衆に、師匠の他の子と、死境らしい一の子にも中老将の地位を与えた。また、師匠は、劉備の支配下にあった、益州の幼を、孫権の勢力に引き込む仲介役を果たした。益州への干渉後、 匠は、守る将軍に昇進し、流返港に封じられた。後武五年、226年、90歳で没した。匠の墓は、現在の総合県と幕認省の2箇所に建てられ、トゥアンタイン県に混流された。祠では、の祭祀が行われている。は、南岸の殿堂に主婦を置き、城内に河川から水路を引いていた。従前の中央から、 公衆に派遣された漢人の支配者と異なり、公衆に土着化した、死死の支配は土着化した、漢人支配層と五つ,つの民衆の双方から支持を得た。このため中央の混乱の影響もあり、長期に及ぶ支配を成立させた。将は南海公益によって利益を得、公衆の特産品や輸入品を、朝廷や高等の尊権に功能した。将が官庁に出入りするときには、 楽器が鳴らされて甲が炊かれ、師匠の後に続く、行列の中には、交易に携わっていたと考えられる個人、インド人商人も含まれてた。同庫の文様が施された、制度洗い、本は、師匠期のベトナムの出土品に見られる特徴である。師匠の寛容な統治は、公衆の民衆に受け入れられ、政情が安定した公衆には戦乱を避けて、多くの人間が移住した。 高鎮に逃れてきた者の,の中には、東吉シ干渉、字は、元将、ほど平、節荘、巨星、ともえらの名詞も含まれていた。師匠は高鎮に逃れてきた学者、知識人を保護し、現地の人々の教育に力を注いだ。こうした政策から、師匠はベトナムにおける中国文化の影響力拡大に大きな役割を果たした人物だとみなされている。しかし、 教系政策を実施した記録が、後世の資料のみに現れる点から、章をベトナムの教系者とする観点を疑問視する意見もある。中世ベトナムの史家の中には、章をベトナムに初めて漢字を導入したものと否定する者も,もいるが、章の時代以前に漢字がすでに使用されていたという意見が多い。 一賃に移住した延期は純一クに宛てた手紙の中で、師匠の高い学識と統治手腕を評価し、信頼から五感初期にかけて、家政を支配していた、トートールに勝る人物と称賛した。南越国の建国者である、長卓は、中央の衰退に乗じて、独立政権を樹立し、学識を有する点で、師匠と共通していたため、しばしば比較の対象に挙げられている。 三国史の編者である陳氏は、師匠を、長託以上の人物だと評価した。四世紀に、活公が表した、新宣伝には、一度死んだ師匠が、千人のから与えられた願薬によって、蘇生する逸話が収録されている。十四世紀の陳朝を大声で編纂された、には、師匠が没してからおよそ百六十年余り後に、公衆に侵攻してきた、チャンパの兵が彼の墓を暴いたとき、 遺体は生前と変わらない姿をしていたという伝説が収められており、この伝説は、新宣伝の逸話が下敷きになったと考えられている。後世のベトナムの人々からは、シシオー・ーボン、と呼ばれて敬愛され、13世紀の陳朝の時代には、人僧によって、カオゼン全ン大王、英僧によって、交流21年、1313 13年に、カオゼン全ン霊部大王追封された。 師匠が没してから表された三国史には師匠が生前に王,王と称されていた記述が存在していないことから陳珠が師匠を南越王であった長太と比較したため後世のベトナムで師匠の称号が生まれたと考えられている大越式前書の編社であるクレシ・レンラの史家により18世紀まで師匠はベトナムの正当な王とみなされていた後令状期の史官であるは、 師匠の感触と自責を北俗期の他の肝心統治者と比較して従前の大声で受け入れられていた師匠の伝説的な自責を否定し彼を王として特別視することなく大越文前書から使用期を削除した。だが、保大正20年1945年のベトナム8月革命まで使用されていた漢文教育用の教科書には ベトナムの教科者である師匠像が記載されていたため、師匠のイメージは20世紀に至るまで民衆の間に残り続けた。しかしその後、クオックグーの普及と漢文教育の衰退に伴ってシーニエップ、師匠の名前は教科書から消え、2005年に改訂されたベトナムの歴史教科書にはその政策についての記述は存在していない。師匠の死後、師匠の公衆支配は崩壊した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。